いっす。こんな時はサイズ。そろそろ冬っすからね。この間買っておいたんす。へえ、でも意外だな。長トロはそういうの履かなそうだと思ってたけど。はあ？私を一年中半袖短パンの小学生と一緒にしてるんすか？いや、そんなことないけど。女子の制服はスカートだし、男子より寒さに強そうというか。先輩、女子のファッションは気合です。風の日も雪の日もスカートは気合で履くもんです。大変だな。でも時にはぬくもりが欲しい時もあるのです。ほう。かそっか、タイツか。まあ仕方ないよな。仕方ない。お？仕方ないってどういうことっすか？残念だなって意味っすよね。私の生足を見れなくなっちゃって残念だなって。違う。先輩が私の生足に執着してる。やば、キモ。違うって。じゃあ先輩がこれ履かせてください。はあ、なんでそんなことを。私の生足に執着してないか間近で観察するためっす。ほら先輩、早く履かせてくださいよ。先輩、動きとろすぎっすよ。もっとスムーズにやってくださいよ。あ、無理っすか、童貞だし。こんなもの大根にビニールでもかぶせると思って一気にやれば。柔らか。大根と全然違う。柔らかくてスベスベだけど針があってしなやかな。女子の長トロの足。何固まってんすか。さっさと履かせてくださいよ。無心。柔らか。いや、無心。柔らか。無心。そこまで。これ以上は自分で履きます。分かった、分かったから。先輩の手つき嫌らしすぎっす。そんなつもりは。どうすか。まあいいんじゃないかな。先輩、タイツフェチっすか。は違う。